はようございます。お食事の用意ができています。いえ、これが私の仕事ですから。洗濯日和ですね。いってらっしゃいませ。はい、そこまで。よ、どうだった？さあ、試験も終わったことだし、どっかでパーッと。何話し込んでんだよ、イネちゃんと君。
った照れちゃってこの子の。おいおい、お前大丈夫か？まさかクラスメートの顔を忘れちゃったわけじゃないだろうな。別に冗談なんか言ってないだろ。おい、イネちゃんのこといじめてるぞ。え、マジかよ。おい、イネちゃんに何したんだよ。ひどいわ。ちょっとは反省しろよ。イネちゃん、行こう。そうだよ。ほら吉。もうわざと意地悪するんだから。最近育ってきたんだよ。どんどん食べてどんどん大きくなろうね。え、なんで？そんなに大きくなるわけないでしょ。普通の猫なんだから。いいことと悪いことがあるよ。あ、ごめん。
私。近づけませんの。わかりません。どうしてなんでしょう。塩です。すみません、私がこぼしましたの。今日は天気が悪いのでちゃんと動けましたから、朝ごはんを作ろうと思ったんです。そうしたらお塩をお袋ごと落としてしまって、お目覚めになる前に片付けようと思ったのに、なぜだか近づけなくなってしまって、このままおそばに行けなくなったら、私それで、なんで私が近づけなかったのでしょうか。私、幽霊なんて恐ろしいものではありませんわ。お塩は平気ですし。申し訳ありません。私のせいでこんなことに。
ありがとね。してしまいました。でも申し訳ないです。それに私の寝顔をご覧になりましたか？そっちに浅見行ってないかしら。まだ帰ってこないの？いえ、一旦帰ってきて。私、浅見を叱っちゃって飛び出したっきり。ずっと友達の家とかに聞いてみたんだけど、いなくて。どうしよう。ありがとう。私だ。ん？いいよ、婿殿が呼んどるぞ。もうパパ、電話口ぐらい手で押さえなさいよ。はい、もしもし、電話変わりました。え、あさみちゃん？今日は見てないけど、あさみちゃんどうかしたの？そんな、じゃあ早く探してあげなきゃ。私もこれから行くから。すぐ出れる？
すぐ探し出してあげよう。あさみちゃん、きっとすごく怖くて悲しくて寂しくて、そこから動けなくなっちゃってると思う。はい、お気をつけて。来るとき一度見てみた。そうだね、きっと明るくて人がいっぱいいて、夜遅くにいても誰も注意しないようなとこにいるよ。見なかったね。雨。あさみちゃん、風邪ひいちゃうかも。ませんでしたか？さあ、知らないね。見なかったな。駅の向こう側行っちゃったのかな、あさみちゃん。行っちゃったんだろう、あさみちゃん。お、あの子のことかな。確か塾だとか言ってホームに行ったけど。あそこ。私、帰るね。あさみちゃんは、さなえさんや、に見つけてもらいたいんだよ。あたしが…ううん。一人であさみちゃんのところへ行ってあげて。きっとあさみちゃん、あたしがいたら、泣きたくても泣けないよ。それって…とっても辛いことだと思う。じゃあ、また明日。兄ちゃん！Thank you.
あれどうしたの？お休みなのに学校来るなんて。もしかして追試？声大きいよ。演劇部の衣装合わせの最中にお昼の時間になっちゃったのよ。試練の亀が男を連れてきた。きっと彼こそ伝説のお方。迎えよ、踊れ、歌えよ。海の生き物たちよ、彼が来た、彼が来たぞ。伝説の彼が来た。私がズルをしたからですわ。
丈夫。だって明日はクリスティーナの公演なんだよ。